皆様こんにちは棚山より京都の食文化の魅力を発信するオンラインイベント今日の食文化を楽しむを開催いたします今日の食文化の魅力や地元京都の食材を使った料理教室そして京都らしい外食の楽しみ方などを様々なゲストの皆様をお迎えし3部構成でご覧いただきます また、オンラインイベントにご参加いただいた方を対象に素敵なプレゼント企画もご用意しておりますので最後までぜひお楽しみください。なお私どもマスクを外してお話をさせていただいておりますが感染防止対策には最善を尽くしておりまして十分ディスタンスをとりまたパーテーションを置いてお話をさせていただいておりますのでご理解ご協力いただきたいと思います。 ではあのまずおは初めに令和2年度食の京都推進事業について簡単にご説明させていただきます。京都市並びに公益社団法人京都市観光協会では。 京都府並びに食に関わる関係諸団体の皆様方と連携し京都市民そして京都にお越しの皆様方に今日の食文化の魅力をご体験いただく機会を作りまた京都の食に関する情報発信を強化することによりましてお客様の満足度の向上や京都産食材の生産販売の拡大そして飲食店などにおけます皆様の えー、あの消費拡大を目指しまして、えー、食の京都の推進に取り組んでおりますでこの度あの、えー、このオンラインイベント、えー、今日の食文化をたしなむもその一環として開催させていただきました、えー、申し遅れましたが、えー、第1部のご案内役を務めます、えー、京都府立大学の宗田義文と申しますどうぞよろしくお願いいたします まず京都の食文化に関して皆様よくご存知だとは思いますがあのまず京都が日本の歴史の中心であったということからしてあ,のあらゆる時代の京都の食文化がこの日本の食文化の歴史を作っていると言っても過言ではありません。 あの今回はあのコロナで大変厳しい状況に置かれておりますがあのつい先だって京都市でもあの黙食といいましてあのお店でお食事楽しんでいただくときにあの会話を控えていただくようにというお願いをしているところでありますでそうしましたらあの精進料理のお店の,あの方から「そもそも全道の食事は黙食なんだ」と言われてあのまあ、えー 黙って食べるというのも一つのたしなみだということを改めて再認識したわけであります。 また、ホテルの方からではあのバイキング形式が感染防止によくないっていうことがあの言われておりますがあの今日お越しの万茂さんもそうですが仕だし屋さんからするとその前にもたくさんあの一人一人にとっていただかなくてもその仕出し弁当を上手にこう小さくおいしいものをちょっとずつ詰めてお出しするこういうそのサービスの仕方もあもこの京都らしい食文化の一つではないか そのどんな困難にも対応する力どんな困難にも打ち勝ってきたのが京都の食文化の歴史でもありますでそして京都には日本全国から食材が集まってくるそしてまた京都の北南それぞれの,その産地からおいしい野菜が届けられるこういうその多様性を持った京都こそ京都の食文化こそ,そのこういう難しい時代厳しい時代に耐えていく日本の先頭を走るその町食文化ではないかと思っております。 それぞれ今日はその生産者の方それから流通を支えておられる方そしてお料理を作っておられるプロの料理人の方にご参加いただいておりますではトークに入る前にゲストの皆さんを紹介させていただきますまず田村さんでございますが西陣の京料理万茂の若主人田村さんは創業昭和12年 もう90年近くなりますが京都西陣の万茂という料理店のご長男として生まれ小さい頃より家業のお手伝いをし各地で修行の後家業に従事しておられます。 あのまた市内では小学校そしてまた全国にも行っておられますが私ども大学でもあの京都の食文化を伝えるお話をいただきましてそしてまた京都全体ではおもてなし大使にも任命される。 そしてフランス、ハワイ、ミラノ万博にお出かけになって世界に和食文化を発信するお仕事をされておられます。最近では文化庁の文化交流誌にも選ばれ、海外の在外交換でさまざまな和食文化のイベントを司さっておられました。京都の魅力をいつも熱心に発信しておられます。一言おお願願いいししししまままますすす、はい、改めまして田村です本日はよろしくお願いします、ま、ず最初に あのこ,のこのコロナ禍、医療関係者の皆さんは大変ご努力されていることに、深く感謝申し上げます、ありがとうございます。まあ、あの今、ご紹介いただきましたように、私のほう、まあ、海外とかでもいろいろとしてるんですけど、主はです、ね、子どもたちに食育をということで、京都市教育委員会とです、ね、20年近く前から食育活動に取り組んで、一つのキーワードとして、やはり受け継ぐことの大切さ。 あの京都の魅力っていうのは、やっぱりそのいろんなものが、えー、長きに分かって、えー、庶民が受け継いできたということがあるので、えー、うちの料理屋でも、うちの祖父が、ねえー、もう亡くなっておりませんけど、味のふるさと作りということで、えー、店をやってまいりましたので、えー、それが料理、体現できるように、また料理屋っていうのはそういうものであるなと思いながら、日々やっておりりまますすありがとうございます 2>,、はいえー、2人目は、えー、清水農園代表の清水大輔さんでいらっしゃいます。 えー、あのこの桂で、えーあのー、ご商売、えー、農業されておられますが。 あの桂は日本有数のたけのこ産地である西京区の中心の町でありましてあの京たけのこを生産継承しておられる一方で今日もあの持ってきていただきましたが多彩な野菜それからお米,お,米おいしいお米を栽培し高品質な農作物を自宅の直売所で広く住民、市民の皆さんに直販売しておられます。 京都市内の、もう典型的な都市近郊農業の、若手の後継者という形で、今日はご登場いただきましたあ。あの清水農園の清水大輔と申します。京都市の、西京区で、農業を営んでおりまして。どういった場所かと言いますと、まあ阪急桂駅の近くの市街化地域です。そのような、畑の、あ住宅街の真ん中に、畑がございまして。 その近くで直売所を営んでおりますで、当農園の農産物はその直売所でほとんどお客様と対話しながら販売させていただいておりますまあ、本日はこのような流行る場に登壇させていただきまして、えー、誠に、えー、光栄に思っておりますで、本日は少しでも京都の農業者やまた農産物のことが知っていただければなと思っております ただ何分未熟ものでございますので、本日は何ぞぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございますあの。こういう若手がしっかりと京野菜を生産しているということが、まさに和食文化があの誇れる京都の,あの大変大きな力でございますのであのこう、これからもっともっとこの晴れある舞台に出ていただいて、あの京野菜もそうですが、ご自身もあの京都の農業全体もこうあの、進行していただくようにあの、よろしくお願いしたいと思います。はい で3人目は京都市産業観光局、今日の食文化流通政策官であります、小瀬ゆかりさんにお越しいただいております。今日の食文化の振興、それから生産に携わる農業、農家の皆さん、そして流通、最後にはもちろん観光とか食、養料料理の世界まで幅広く食文化でご担当いただいております一言どうぞ、はい、皆さんこんこにちは京都市の小瀬と申します。 あの本当に今現在このコロナの感染症拡大によりまして食に関わる皆様方生産者さんも飲食店の皆さんそして流通に関わる皆さんそして関連する事業者さんたくさんの方々大変あの大きな影響を受けてご苦労をなさっているところでございますあの大勢の人が集まるイベントはもう今難しいという状況にありまして今日もこういったオンラインでの開催となりましたが 今はですねこういった形で情報発信をさせていただいてそして京都の食の魅力をより知っていただくとそれからまあ落ち着いたら食べに行ってみようとかですねそれから今おうちでも買ってみようとかそういうような次の動きにつなげていきたいなというふうに思っております。本日はどううぞよろしししくお願いいいいたたまます、はい、ありがとうございました あの今日のイベントのタイトルは今日の食文化を楽しむとということでありますそのためまず最初に知っておくべき今日の食文化について皆さんのお話を伺ってまいります。まずはこの3つの立場生産・流通・料理とありますが京都と一言で言っても大変疲労ございまして京都の食文化といいますと東山があり嵐山があり 今日あの西陣の万志さんにお越しいただいてますが西陣織という,こう大きな産地もあれば室町その呉服を流通させる問屋街もあるで北南それぞれにお寺がありそして景勝地桂川がありっていうような自然ですとかそれから文化歴史に恵まれたところであります。 それぞれの地域の特色を生かしながら、お料理、文化も発達してきましたし、農地、農業も発達してきているわけです。まず田村さんにお話を伺いますが、あの京料理と一口で言っても、まあ、いろいろたしなむこともあるだろう、それから食材に関しても、はいえー、知っておかなきゃいけないことがある、その辺からまずお話をいただければと思います。はいあのまあ 京、えー、料理を言う前にまずあの日本料理全体がですねあのご存知かの方もおられるかもしれませんけれども大和井料理という大京料理とも言いますけれども、えー、神様に捧げるお料理ですねそれからあ今身に受け継がれてます有足料理という,そう公家天皇家のお流れを組むお料理それから本膳武家ですねお料理それから精進、えー、茶道につながるお茶のお料理そういうものが、えー、もともとお形成された中で。 まあ一部特権階級がそういうものを食事するのに料理盤がこう抱えられてたんですけれどもそれが江戸時代中期ぐらいに庶民の中に降りてきますそれがこう京都というこの町の特徴もあっていろんなものが入り混じって今の俗に言う懐石料理というものが生まれてきているそれにその地域性ですね例えばうちの西人ですともともと西人は織の産地で戦前はシルクの相場を 西陣が決めていいたという世界の相場を決めていたというぐらい豪商が多かったのでそういうところら辺で料理屋が発達してきた室町もしっかりですやはりその秋内の町として料理屋が発達してきたで他方おうちもそうですけれどもそこの近くにある神社仏閣にお料理をお届けするまた庶民の皆様にも仕出し屋周りといわれるですね今でいうどういったんですかねお惣菜を 作って商に歩くみたたいいなそういう商売もしたりとかししてまいりら東山なんかでいうと場所的にはやはりどっちかというとうちらが庶民の町だとちょっとええとこに行こうかというような場所でありますのでそういうお料理が発達してきますし嵐山なんかでいうと戦後観光地化されていくので観光のお客さんも多い。ででもそのの裏で地域の人々に えー、仕出しやお惣菜を売ったりとかっていうのもされてたようで、そのそれぞれ地域の特徴というのがあるわけですね。えー、それが一つにまとまって強流、えー、と言われてますし、えー、庶民にはね、それぞれ、えー、まあ、割と安価で美味しく食べられるようなお食事で、今でいうお万歳ですね。えー、古くでいうとおまわりおぞえと言われるものが発達してきた。でもそれを下支えしてきたのは、えー、京都はどうしてもこの内陸の町ですから。 海産物でいうと三家津国というご存知かもしれませんけど若狭一世淡路から海産物が届けられるそして何といっても大原や落北あ落ですね、落菜の方に農園が広がってましたのでそこでおいしい野菜が取れるとそういうものをうまく料理してきたのが京都の料理の特徴やと思います。 はい、ありがとうございますその,あの、えー、落菜かつらで、えー、生産者、えー、として、今もおいしい京野菜を作っておられるあの清水さんに伺いますがあの、どんな野菜を作っておられるか、えーあの、幅広いと伺っているんですが、まずそのご紹介から頂い,いて、どうやってあの生産、消費者に届けてらっしゃるかということも伺えればと思います、お願いしますあの私が生産している品目は、年間約20種類でして。 京野菜といったものは、えー、タケノコとしょ院大根程度で、まあ、どちらかといいますとあの一般消費されるような野菜やお米を主に生産しております。で代表的な農産物を挙げますと、まあ、春はタケノコ夏はトマトナス枝豆で秋はお米さつまいもで冬は大根人参白菜里芋ネギなどですであの。私が大切にしていることは 季節の旬ですでその野菜があの最も美味しくなる時期を見極めてお客様にご提供できるように心がけておりますであの以前あの冬に生産している人参と全く同じ品種をあの夏にあの生産したんですけどなんか味が悪くてお客様の評判もあんまり良くなかったんですでもう1年限りで夏の人参の生産はやめてしまったんですけど、まあ、農業始めて16年なんですけど やっぱり旬っていうものは何物にも飼いがたいものなのかなっていうふうに年々思うようになりました。 あの産地が近いだけにまさにこう旬の野菜を食べられるっていう特典が京都の非常に大きいところですよねでもちろん京野菜も大事ですしあのお漬物になったりお料理屋さんのお皿になったりして楽しめますがあのトマトもあの私は下鴨に住んでるんですがあの上鴨のおばちゃんが売りに来るトマトをあの本当に完熟トマトをあのその日あの朝買ってお昼とか夜に食べると本当においしいものがあってあのもう立派な 京野菜、神戸のトマトっていうあのおっしゃってましたけど、あのまあお肉と合わせても美味しいですし、あのもちろんサラダとかイタリアにももちろん使えるっていうようなそういうこう生産者との距離っていうのが京都あのえ近郊農業に恵まれた京都の持っている大きな特徴ですね。あのこれからもぜひあの直売所をお持ちなんですね,あですねで。あのその食材の出荷なんですけども、あのお米と野菜はまあ全量その直売所で 販売させてていいただいておりましてたいておりますで、ま、たけのこはその他にも飲食店さんやお弁当屋さんあともちろん直売所でも販売させていただいてるんですけど、まあ、清水園はそういった主に顔の見えるお客様に販売させてもらってますでまた他にもその京都市内はいろいろその販売経路を持たれている農業者さんがいらっしゃいましてで私のように。 直接直売所お客様に販売させていただいたりする農家さんや振り、まあ、売りといいまして、まあ、軽トラックに野菜を積み込んで祇園、まあ、とかそういったところの繁華街まで販売に行かれる農業者さん、うん、またそういったことはなんか全国的に見ても特殊みたいで,でそれはやっぱり京都の方っていうのがそ,のそれだけ地域の野菜を 食べるってことを昔から大切にされてきたからなんだなっていうふうに感じてます。 この現代になってもその地産地消っていうんですかねこう地域の,あの野菜がちゃんと毎日新鮮なまま食べられるそして旬が味わえるっていうのは京都の特徴なんですがとはいうものの京都は146万人の人口を抱えた大都市でしてあのグローバル化している現在世界中からさまざまな食材が集まってくるもちろん全国各地から新鮮な魚もお肉も集まってくるわけですがあのその食の流通を司っておられるあの小座さんが今日お越しですので。 あの京都市としての取り組みあのいろんな歴史もあると思うんですがあのその辺をお話を伺えればと思います。はい あの京都市内京都市が設置している市場は2つありましてあの、まあ、第1第2っていうふうに今ちょっと言ってますけれども一つはその聖火ですね野菜果物そして水産物などを扱っています中央市場がありますこれ JR の丹波口にすぐ近接したところなんですけれどもここは非常に歴史が古くて日本で初めてですね昭和2年に あの誕生をしております、まあ、京都はもともと有名な錦市場に代表されるように町中にそういった市場が過去ありましてそういったところがまあルーツになってこの中央売市場になってるわけですねで今もあの全国からいろいろなあのものをまあ仕入れてですねそしてそれを競り売り主には競り売りで買い出し人の方々に販売をしてます。 あの市の職員がですねその専門的に、えー、衛生的なその検査とか監視もしてますので、えー、消費者の方に、えー、安心で安全なその食材を安定的にってこの安定的にっていうのがすごく大事な中央卸売市場の役目なんですけれども、まあ、供給を毎日してるということですね。あのこのコロナで一時、まあ、マスクが どこに行っても買えないっていう状況になりましたけれどもあの食料品はそういったことが起こらなかったこれはやっぱりこういった市場をはじめとする流通に携わっている方々のもう本当に ご苦労の賜物だと思いますねで皆さん絶対コロナに感染しちゃいけないっていう今もそうですけど徹底して感染防止に取り組んでますのであの皆さんへの,その消費者の方への食の供給っていうものを使命感持って日々お願いあのやっていただいております。 えとお肉の方は食肉市場という市場といいましてこちらも全国から、えー、鹿児島とか長野とかもうさまざまな産地からすごく質のいい肉そして豚の 肉牛、牛と豚ですね。それを仕入れて、そこで処理をしておろしをしております。で、今あのちょっと食肉市場というそのロゴマークですね。牛と豚が並んでいるロゴマーク、これもう2年ちょっと前になりますが、こういったものを作りまして、有しま良質なお肉ですよっていう食肉、京都の食肉市場で裁かれた良質のお肉ですよということを広く消費者の皆さんに知っていただきたいということで、こういったロゴマークを作っております。 でこの,あの京都の食肉市場はあの全国の中央卸売市場で初めてですねあのアメリカそして EU への輸出ができる認証を取っておりますで今どんどんアメリカにもヨーロッパにも、えー、京都の和牛中心に輸出をしておりまして海外の方にもおいしい和牛を味わっていただいておりますまさに世界に広がるこう京都の食文化お肉ですねあの元々あの京都はあの 田島とかいわれる神戸牛のある兵庫県と、えー、青梅牛っていうのもこれもあの名産地なんですがに挟まれた。 状況であのその、まあ、いいとこ近江のいいところ、えー、あの神戸、えー、田島のおいしいところをこう凝縮したような京都肉がいいんだということをおっしゃる方もいるようにそしてまたあの京都はあの明治維新の後その文明開化で、えー、こう欧米の文化があの入ってきた都でもありますのであのそういったこうあの肉食を洋風に使うということもあの非常に大きな特徴がある、まあ、こういう,こう野菜だけではなくてさまざまな食文化が集まって で、えー、あの古代から現代近代に至るまで広がってるっていうことが特徴だと。そうですね。で美味しい京野菜とお肉とミックスしてまたあの腕のいい料理人さんたちがそれを上手にお料理していただいているってそれも非常に歴史に培われたあの美味しいお料理が出来上がってるかなというふうに思います。そして冒頭おっしゃったようにこの食の安心安全を支えるのが中央ロシルチューバーあるいは京都市の非常に大きな役割です。 であの豊洲に移転してしまいましたが東京には築地の卸売市場っていうのが長年あの、えー、役割を果たしてたんですがあれはあの関東大震災までは日本橋にあった魚市場を築地に移してきたであそこの築地っていうのはあの汽笛一斉新橋をで横浜まで鉄道が通った時の,あの汐留の駅に隣接してるんですね。 だからその鉄道駅鉄道を通じてさまざまな食材が東京に運ばれた京都もあの玉口にあるのはその梅の麹の,の機関車区といいますか電車が集まっているところが隣接地だったっていうことがあってその出場ステーションからっていうつなののがったところ、まあ、そこであの常に新鮮な食材をチェックしながらあるいはお肉お魚をチェックしながらあのどんな時代にもいろいろ疫病が流行った時期もあったわけですがその中でずっとこう あの市民そしてあの京都にお越しのお客様方の食の安心安全を支えてきた今もう一度このコロナの時代の中でこの安心安全をどう取り戻すかっていう時にあの一番大きな力を発揮していただくところだと思いますので是非これから京都にお越しあのくださるお客様方に京都では食を 安心して召し上がっていただけるということをあの PR しておきたいと思います。さあそれでは2つ目のテーマ今日の食文化の楽しみ方についてあのお伺いしてまいりたいと思います。まずあの田村さんにあのそのプロの料理人として郷料理の魅力どう楽しみ方楽しめばいいかってお話をいただきます。 はい、えー、料理の楽しみ方ですけれども、まあ、今もう本当にあの清水さんと小手さん、えー、戦略官がおっしゃっていただいたことが、まあ、あの我々料理人はあくまでも素材をそのあまりそのいじらずにその素材を瞬瞬追いかけていって楽しんでいただくっていうのがすごく大切なのかなというふうには、えー、多分京都の料理人は多分そういうふうに考えてる人が多いと思うんですね。 あの今もおっしゃりましたようにその振り売りというまあ、うちらの辺もですね高が見という東あ、えー、左大文寺の麓の農家の方が売りに来はって、えー、それを使ったりですね、えー、中央市場にはですね、えー、全国では珍しいその実は野菜売り場が2つあるんですね金号、えー、農家と言われるそれこそ京都それから滋賀県の、えー、まあ取れたてというような野菜を扱うところと。 えー、園地と言われまして、えー、それ以外のものと扱うところがあるのであの身近にやはりその京都の食材ですね、えー、が手に入るうー京野菜とか今それここにもいろいろと並んでますけど先の清水さんの話もそうですけども京野菜のブランドものじゃなくても普通にほうれん草とか白菜とかそんなものは地元の割とこう朝どれに近いようなものが手に入る。 それをまた、えー、我々、えー、料理人が時間に行って買いに行ったりとかですね、えー、今錦のお話も出ましたけど錦もまあ観光市場的なところもありますけれども実はその多くの料理屋さんに、えー、市場に買いに行ったりとかして、えー、卸しておられるようなところがあるのでやはりその食材のメキキ力っていうのすすごく強い町やと思ううんですねあのうちなんか特に西陣の帯の町なんで僕は修行から帰ってきた時にですね もう西人のお客さんにちょっと息子さん呼んん呼でで言われるのはすすごい怖かったんですね <laughs> 皆さんあのその料理はプロではないんですけれどもやっぱり帯のプロなのでやっぱり玄人目線で物をおっしゃるんですねでもそれは結局その料理がかわいいからえ育てたろうという感じで皆さんこうえ外から聞いたらなんかクレーに向きかれるのかもしれませんがそれは知った激励してくれあることなんでそれによって我々もやっぱり自分たちの知識とか技術を磨いていかなあかん。 そういういところら辺が料理に反映されているのでただ単にまあ旬を旬旬を追ってとかいうことも言いますけれどもそういう背景にあるものそれとやっぱりその庶民の皆さんが皆さんが今も言わはったようにそういう食材の大切さを分かってくれてはるのでやっぱりいいものを生産者も作ってくれるその中でえまあ言うたら特にいいものっていうのは我々料理が買い取って料理している部分っていうのがあるのでそういうところら辺も観光客の方もまあ庶民の皆さんも。 理解していただけながら食べていただけるとすごくいいかなっていう。ふうにはすごく思います。で、あのさっき1番の話も出ましたけど、今ねそのお魚とか。でも実際皆さんがよく目にする。セリって言われるね。こう手挙げてなんぼなんぼとやってはるところって。もう。実は中央市場でも京都と、えー、豊洲もそんなに合ってないのかな、うん っていうのは結局京都は料理人とか、えー、その商店の方ですねそういう人たちが直接買いに来られるので割とみんなうるさいうるさいって言ったらですけどいろいろとこう言うんですよねでそれを結局仲買員さんが魚も野菜もそうですけどそれを、えー、生産者に通してやはり、えー、その声を聞いて生産者もよく作っていく、えー、そういう流れがあるので、えー、やっぱりいいんやと思いますし。 まああの旬で言いますとまだちょっとお今の時期とかかぶらムシって言われるね皆さんよくご存知のかぶらをすりおろして具材とあんをかけて食べるようなお料理みたいなのがありますけれどもあのちょっと僕は残念やなと思うの実は今ごいんかぶらと言われるかぶらがあるんですけどあれ今正式名称はカブなんですよねえあの白いここにもありますけどこれはかぶという正式名称で言うと標準のでかぶなんですけど京都はかぶらムシなんで。 えー、うちの娘なんかでもの娘です学校で今「照護院株」って習ってくるので「照護院株」やってお父さんが間違ってるって言われるんですけども <laughs>、えー、いずれ株シも株っで言わなあかんのかなっていうまあどっかでねちょっとやっぱり変わってしまったり、えー、庶民が気づかんうちにそういうふうに変わってしまったりするんでやっぱりそういう先も、えー、僕を受け,つな受けつなぐということがキーワードと言いましたけども、えー、そういうのはちゃんとやっぱり、えー、庶民や皆さんが理解していてつないでいかなきませんし。 その中でもそのただ単に皆さん今スーパーとかでただ単にきれいなお野菜が流れてますけれどもその裏には生産者とかですね皆さんのご苦労があって自然のものができているということで生産者のこともこう意識しながらお料理なんかを食べていただくとより楽しんでいただけるのかなと。 本当にどうやってこれができてるとさっき清水さんの話でああまさにそうやなと思ったのは人参でもやっぱり夏場食べたらおいしいなんですよ冬野菜ですからねそういう日本人って本来自然とともに生きてきた民族なのでそういう自然の移ろいとともにただ単にその食材としてじゃなくてその自然も感じ取ってもらいながら生産者さんのご苦労度も考えながらこう召し上がっていくとまた違う見方でお料理楽しんでいただけるのかなというふうに思います。 あの京都の場合今お話伺ったようにお食事を舌で楽しむだけではなくて京料理の重要な特徴は目で見ても楽しめるっていうことを言うんですが、はい、あのもちろんそうなんですがもう一つあのやはり説明を聞いて、はい、お話を聞いてそのやっぱ物語がいいから、はい、またあの一段とおいしく感じるっていうのあるじゃないですか。はい でさらにそこに由緒があって、はい、でこう流通とか生産者の方がどういう努力をされてるかっていうことを、はい、あのどん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 話が広がってくる中で、はい、あのその物語がそのお客様の心をどん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 豊かにしていく、はい、だからもう一度食べに来ようとかああそうかこういう手間暇をかけて丁寧に作っていくのかっていうことが伝わってきて、はい、あのお料理される方はじゃあ家に帰って今度私も作ってみる時にこの工夫をしてみようとか。はい それをあのこれを、ね、こ実はシ重さんで習ったのよとかシ重、はい、さんはここからあのお野菜をあの、ね、仕入れてらっしゃるらしいけど私もそれ手に入れたのとかっていうようなことがちょっとずつちょっとずついろんな人たちに広がっていく中で食文化が広が広っていく、はいくとうううこででしょうねそうですねそすやはりそういう皆さんがあの背景を知っていただくただ単に、まあ、お腹を満たすえ美食ということだけじゃなくてやはり日本食っていうのはその。 その後ろにある背景的なものですね、うん、それこそ先生のところでお作りにあたる和食文化学会じゃないですけども、うん、やっぱり文化として捉えてる側面っていうのもあるのでそういう背景を感じながら食べていただくのが大事だと思いますし。 今の学生さんはあの和食文化を勉強してそれを英語とか中国語であのインバウンドのお客様に説明するっていうことをとてもなんか大事にしてるみたいで、はい、あのお店の方もあの伝えたいことはいっぱいあるけどもい,やいかんせん外国のお客様だと上手に説明できないんで若い学生さんにちょっと力を借りて「んだ中国語習ってるの?」みたいな話になって「言ってみいと」って言われてそのアルバイトっつったお店では絶対アルバイトって言わずにきれいに着物を着てあのお勤めしてるようですがその,あのお嬢さんが出てかれて。 あのちょっとこう片言の中国語なんだけど一生懸命説明しようとするとあのとても喜んでいただけるっていうその中国の,あのまあ30代40代のねお客様女性のお客様がいるなんて話がありますのでその方たちにもその生産者あの京野菜のこう魅力を教えていただくとそのそうなんですけどね、まああの応援してそういうことっていうのはね例えばお雛さんの右左なんかもそうですけれども。 え大西そのだんだんその本来の形例えば鏡餅の上皆さん最近聞くと「みかん」って言われる人が多いんですねあれ上「代々」なんですけど代々つけ受け継がれるという意味の「代々」なんですけどえこの前も結構大人の人でも「みかん」が乗ってみたいな話をされるのでだんだん略式とかそのえ簡単にしたものが本間もんみたいな風になってきてるのでやっぱりその辺の意味合いも分かって楽しんでもらうのも おお、ご来店いただくお客さん、ちょっと勉強というか、ちょっと知っていただくと、まあ、歌舞伎とかでもそうですけど、ちょっと。あの、分かっていただくと、すごく、あの、幅が広がってくるので。そういうのも、そういう楽しみもしていただけ。それが楽しみでしょうね。はい、知識がちょっとずつ増えていくから、楽しいし、深く知っていくということになる。あの、まあ、同時に、あの、この、あの、料理人の方、それから、生産者の方が、あの、目利きで、いろいろ厳しいことも言う。 こう監視し合ってるから<う>あの質が高くなっていくるだから誰もごまかしをしないごまか、はい、お客様に対して正直に一番いいものを提供するスタンスが取れてるっていうこともあのこの会話の中からあの互いの,の気持ちを伝えるっていうことがあるようですね,ですねだからそういう意味でその初心者っていうかまあ初めて料理屋に怒られるお客でも料理屋って本来まあ密着してたものなんであれなんですけどもまあ初めて訪れるお客さんはそれなりに。 楽しししみ方もあるでしょうしまたクロードの方もさっきのうちの西路の旦那氏の話じゃないですけども逆にその料理屋のあら探しじゃないですけど、うん、ここ用ないよとかこうやでっていう逆に我々もお客さんから教えられてることがすごく多いのでやっぱりそのうまくお客さんとキャッチボールできるところらへんも今はいろんな方があの料理を楽しみに行くような時代になったんで是非お客様の方からもいろいろご質問いただくと。 あのその話も引き出せるしっていうことがあるだから会話を楽しんでまあ実際そうですよね京都のあの料理人の特徴っていうのはお話が上手だってことですよね <laughs> <laughs> 話しか上手じゃないみたいなですねオモタでしょいやいや,いやれそれねいろんなところで大工さんの世界でも私マチとかってよくあの仕事でいるんですが京都の大工さんは確かに腕もいいかもしれないけど口も上手ですねって全国どこだから <laughs> みんな言われるんで <laughs> あのみんなそのようですよ <laughs> それがそのあのあの生産 感謝の方はどうかは知りませんが、お宅のお母様もなんかお友達に料理のことをいろいろお話になるそうですね。清水さん。まあ、私の母があの直売所で販売を担当してるんですけど、まあ、なんか？お客様によってはそのなんか母にお悩み相談みたいなのもされる方もいて <laughs> ま、それだけじゃないんですけど、その母がお客様となんかその世間話なんかされているところ。を見るとまあ、なんか？農産物を。 その販売するだけじゃなくて、まあ、農産物を介してまあ、心がそのつながれるのじゃないかなと思って。まあ、そういう部分はすごく幸せだなっていうふうに思います。あの食って決しておろ。そかにはできなくて、あのこう。家族の絆でもあって。 その台所を囲みながらあの、まあ、今一人暮らしの世帯もどんどん増えてくるしあの子どもの数も少なくなってきてますのであのその一緒にお食事をするあるいは料理をするという一瞬を捉えてあの、まあえー、家族が成立してるみたいなところあるじゃないですかだからあの今日この白菜をと思った時にあのこれを白菜丼にするのかあのお鍋にするのかそのお母さんは考えてどうすればうちの娘が喜んでくれるかうちのお父さんがほっとしてくれるかっていうことを そこをあの清水さんとこのお母様に相談。<laughs> だからあの白菜美いしい白菜が手に入ればいいっていうもんではなくてあの女性同士いろいろねあの悩みもあると思いますからあの大先輩のお母様にこうあの白菜をねどうすればあの娘とかあの主人をあの楽しましてあのねやられるかっていうのはそういう,こう会話があるんだろうとまあそういう直売所こそああこうした方がいいお料理がなるよっていうことを教えていただけるとあの楽しいかもしれませんね。 何かそういう京う野菜の楽しみ方っていうのをお母さんはお話になってるっていうことでしょうかね。まあそれもあると思うんですけど何かやっぱりそういうのよりもあの何かせっ話みたいなとこから動くお客様のその好みっていうか <laughs> こういう野菜が好きだとかそういった話もされますしでそういうのを知っておくと、まあ、母も多分お客さんに「今日はこの白菜いいですよ」とか。 進めやすいというかご提案させてもらいますと思うんで、ねああ、プロですね。いやわかんないですけど、<laughs> そのまあそういうまあ一対一の関係性がまあ直売所なんで、そういったところはあのすごく強いのかなっていうふうに感じてます。 失礼しました。それが本来の直売所の役割であって、決して人生相談するわけではないっていう。いやいや、あのいやまああのでもまああのやはり一人一人のお客様っていうのはそういうこういろんな個性を持ち出し、いろんな食文化を持ちなんで、あの生産者にその声が届けられるってことはあのとてもあのいいんだろうと思います。ありがとうございます。あの小佐さん何かこの、えー、楽しみ方に関してあのお話しいただければと思いますが、はい。あのまあ私はあの一市,市場の方のちょっと楽しみ方をまた。 お話し,したいんですけれどもあの京都の中央卸売市場の第一市場の方にはですね今あの全国の皆さんに手軽に市場の食材で今日の食文化の魅力を感じていただけるようにインターネットの通販サイトを立ち上げておりますタイトルがですね「京都市中央市場厳選おうちで今日の食文化」というものなんですが、まあ、昨年の10月に開設をして今非常に評判 良いいようでございますあのそれこそ先ほどお話し出ました一番の目利きが厳選したあの水産物をご自宅の方へ直送するというようなことでございましてあのもちろんちりンん山椒とか、ね、京都の,あの徳 等であるそういったあの使用延巻と言ってますね使用ひものそういったものもあの商品になっておりますので、えー、非常にお値打ち価格でございますのでぜひあのご利用いただきたいなというふうに思ってますあの私もあの年末にイケアニを頼みましてあの堪能いたしましたただあのお料理をするのがやっぱり 結構あの管理大変であの料理人さんのやっぱり腕の凄さっていうんでしょうかねさすがにプロだなっていうのも感じることができてなんか両方あの学べたかなっていうふうに思っておりますそれとあのもう一つですねあの京都新聞の方で2週間に1回金曜日なんですけれども「今日の市場から」というコラムが500字ぐらいのコラムをいつも載せております。これもあの市場の中卸さんから職員が取材をしまし材をししまて食 の見分け方とか、お料理の仕方のコツとか、食べ方とかですね、そういうあの目利きがあのだから知っているっていうようなちょっといい話を載せておりますので、これもまた皆さんあのお読みいただけたらなというふうに思っております。 京都のあの食文化というのはえお料理屋さんに伺ってもそれからあの市場を歩く市場でいろんなお料理の仕方を習ってもそしてまたあの生産現場に行ってタケノコもそうですがあのこういうところで採れてるのかっていうことをあの知りつつ直売場のあのお母さんにお話を伺うっていういろんなこう楽しみ方がこうできますねでまあこれをぜひ全国からお越しのお客様ですとかあの世界各地からあのお越しのお客様にもあのわかりやすいようにあのえ伝える 与えていき、あのその京都の食文化を本当に楽しんでいただくような仕組みをこれからもっともっと作っていく必要があると思います。あのもうちょっと時間があるんで、あの今日もう一つ伺いたいことは、あのこのコロナのあの厳しい状況の中で、あのこの食に携わる皆さん方が大変あのご苦労しておられる。 あの料,理人あの料理人の皆さんお客様があの大変あの少なくなってしまったしあの生産者の方もあのいい野菜食材がなかなか売れなくなってる流通量も減ってきたっていうことがそれぞれあると思うんですがあの冒頭ご紹介したようにあの昭和12年の,あの創業の宛成さんっていうのは露光橋事件 の,あの年ですからあの日中戦争の長いあの苦しい時代にそのご招待を始められてそしてまたその後の戦後の食糧難の時代を生き抜いてこられたもうこのコロナもあの1年以上になっ,たなってきたわけですがいろいろ 困っておられる方もその多いいと思いますしあのその現場でもそうですしそれから京都市民の多くの方たちがあのお店のお手伝いをする、えー、流通のあのとをするとかっていう形で働いてこられましたあの宿泊業ももちろんそうですがあのその方たちもあの仕事がなくなって困っておられるあの一日も早いその回復をです、ね、あの我々まあ考えらずにはいられないんですがあのちょっとその長い歴史の中でご苦労された様子もお話しいただけると元気が出る方もいるかと思うんですが。はい うちの祖父の時代なんですけど、まあ、あの祖父が、えー、実はうち万茂、ま、というのは西寺万俣という古い料理があってそこののれん分けで万、ま、の字とうちの祖父が茂次郎ということで、えー、その万俣、ま、さんの万と茂を取って万茂、ま、という屋号で始めさせていただくんですけども最初は本当にもう町の仕出し屋さんというか、えー、館もなく。 お惣菜とか買いいに来ていただくもしくはそれを持って業商に回るみたいな祖父の仕事を始めたんですけども、まあ、しばらくして戦争が始まりまして、えー、まあその間は中断祖父も戦争に行っておりましたので、えー、やっておりまして戦後快適でやはりそのなかなか食料が手に入らない時にやっぱり明石とか田島とか田島はお肉ですね明石はお魚とかを直接買いに行ってお料理してたっていう話は苦労話は小さい時よく聞かされましたし。 あのまあ、今このコロナ禍で本当にいろんなことを考えていかなあかんところですけども、まあ、料理屋もそうなんですけども本当に生産者の方生産者は止められないのでね、えー、そしてあの市場も実は皆さんご存じないかもしれませんけど、えー、市場法という法律がありましてもともと米騒動の時ですね食料がある一部に買い取られてしまったので。 食料内になって一気や打ち壊しみたいなのがあってそれではいかんということで法律ができたのが昭和2年で行政が全部買い取りましょうということでその法律が今ずっとありますので実は市場産地から送られてきたものを全部買い取らなダメなんですね売れなくてもですので今どん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 市場の,の業者さんに食べ物が集まってきても出場所がない我々前田料理や小売店が買えません買うというか売れませんから。 そういうい意味でも先ほどあの戦略官おっしゃっていただいたあのおうちで今日の食文化ですねえっていうのをご利用いただいてものを購入だけたりとかそれと町の商店とかですね今の産直みたいなやっぱり地元の食材を皆さん食べていただけたらなっていうのはえそれによってえ少しでも生産者の方が助かると思いますので確かにあの広告に載ってるのも安いのもあるかもしれませんけど是非地元の。 で、僕いつも思うんですけど、その実は日本の国内全部ですけど、あの大変残念な知的財産を失,失ってるんですよねえ。昔は地域にそのさっきも言いました。魚屋さん、八百屋さんみたいな個人商店の専門家がおられたわけですよね。だから知らない魚とか。でもどういう風うに料理したらいいの？って言ったりとか聞いて、えー、旬のものって結構しかし安いんですよね、えー、安価で美味しく食べられたものが。 今その言えばもうスーパーでただにパック詰めのものが切り身が置いてあるだけでどう料理してるか分からへんそうするとなじみのある魚ばっかりになってしまって一部のなじみのある魚は売れるけれどもそれ以外は全然流通に乗っかっても売れないので、えー、出てこないですのでそういう個人商店とかですねこういう市場のですね食材を是非使っていただいてお料理を楽しんでいただくのもこのコロナ禍で。 えー、お家でお料理する機会もあるでしょうしぜひやっていただいてまた料理にもいろいろとあのインターネットとかで料理の方法を流したりとかしてますのでそれもご利用いただいてしていただくのも一つの楽しみ方かなと思いますけどはいあの戦争中それから戦後ですよねあの消費者の方が生産現場まで、はい、明石だとか田島まで行って、はい、食材を手に入れてきたっていうこともありますがあの最近でも。あのはい あの清水さんとかもそうかもしれませんが左京で言いますと大原の,あの里の駅いうの駅。 いう大きな直売所がありましてあそこがあのなんか大変大勢のお客様あの今まではあの週末だけだったんですがウィークデーからあの駐車場がいっぱいになるくらい新鮮な野菜を求めに来る市民の皆さんが多くてあの驚いておられましたし左京区役所ではあのこの左京の食文化をあの伝えるためにこの大原の大原学院っていうあの小中学校一緒になったところであのまた今度トークイベントとかあのその場所をしますがあの今はどんな野菜がおいしい 今はちょっと2月は玄関期でしてなかなか農作物を生産す,るすごく難しい時期なんですけど、うんまあ、今日もこちら持ってこさせていただいたんですけど、まあ、大根とか白菜とか、まあ、ほうれん草がすごく甘みが出て美味、うん、しいと評判なんです。うん、であの、まあ、大根はそのちょっと専門的なんですけど、うん、YR ラマっていう品種を作ってまして。 で普通の大根よりもその水分がちょっと多いんですよで肉が緻密であの、まあ、すごく甘いんですただその水分が多い分割れやすいっていう特性を持ってまして、うん、でこう土から引き抜く時にこの土の温度と外気温の差の温度差だけでもひび割れるんですよあのだから結構難しいんですけど、まあ、ただでも23年ちょっと肥料を調整しながらやって今では。 あのお客さんにご提供できるようになってで白菜は、まあ、これオレンジクイーンっていう品種で、まあ、そのまま名前の通りなんですけどちょっとオレンジがかった白菜でしてで、まあ、お鍋なんかで使っていただくと、まあ、すごく色が綺麗で鮮やかなんですただまあこれも特性があって葉っぱが柔らかくてキュッて普通だと巻くんですけど、まあ、普通の白菜に比べて巻きにくくて。 でまあ、ちょっと作りにくいんですけど、まあ、先日もお客様のお子様が「まあ、お兄ちゃん」って僕なんですけど「お兄ちゃんのとこでオレンジの白菜買ってきて」って言われたみたいで、まあ、大人だけじゃなくてお子様にもちょっと人気が出始めたというかでまあ、最後はほうれん草なんですけどそのほうれん草は強力往来という品種でしてまあこっちはあのちょっと色が浅いんですよ普通のやつより。でもその分アクが少なくてで あの歯が肉厚い柔らかいんですただまあ京都は市場もさっき言われましたけどその束にして出荷する文化があるんですけどその束作業する時は柔らかいんでポキポキ折れやすいんですよただそのまあ出荷作業には不向きなんですけどまあ私が惚れ込んでてこのほうれん草の味にで昔からずっと作っててで数年前からお客様にこのスーパーのと全然違うわって言ってくださってまあ今では人気商品みたいな感じになりました。 はい、いや素敵ですね。なんかもイケメンの清水さんがね、すごいです。こうそ,うそうそうすごいの。お野菜のそういったそれぞれの特徴を聞くとね、<laughs> 私もこの白菜黄色いのを見たらなんかちょっと。 なんかあのしなびててのかしらって一思ったんですよねでも全然そうじゃないっていうその品種の違いとか作り方とかでっていうことなのでなんかそういう情報を私たちももっと発信をしたいと思いますし今あの産業観光局の農林振興室も直売所のホームページもリニューアルしようと思って作りかけておりますのでねそういったお声をしっかりと 載せてあの発信をさせていただきたいと思います。素敵なご説明でしたよね。あのいやあのほうれん草が今本当においしいっていうのはあのえこうここ何日あのあの晩御飯でいただいててあの本当にいい時期だなとまあだからあの2月というのは確かに厳しいといえば厳しいけど厳しい冬にあのまあ収穫できる野菜だからあのうまうまみが凝縮しているってこともきっとあるはずであの本当に楽しんでます白菜もお鍋にも欠かせないわけで。 この,こ,のこのオレンジの白菜はどう食べるのが美味しいいしんかあのサラダでも食べれるとか聞いたことあるんですけどやっぱりまあ煮物であったりお、うん、鍋なんかが一番、まあ、色がもっとオレンジっぽくなるんですよ熱入れるとだからそういった煮物とか火を入れる料理がまあおすすめじゃないかなっていうふうに思いますいもあの僕も食育をねずっとやってきまして野菜をね 食べ比べとかを子どもたちにさすんですけども、その特に冬は特にこの人参白菜まあ、大根みたいなものをするんですけども、あの野菜が食べれなかった子はそこ野菜を食べるんですよね。特に人参なんか嫌いとか言ってた子でも、えー、僕ね今までね相当の数やってきて2人。 3人かなうちの娘はでも苦手なんですけど <laughs> ちょっと言うとあれなんですけどまああの人参もそのお芋見たくておいしいと自分が今まで食べてきたの全然違うとだから本当に旬ュを追っていくとその何もそのもともと今いろんな品種もご紹介いただきましたけどもともとの在来の品種でもおいしいというか、えー、ですのでその辺皆さんやっぱりその夏場の人参とかじんとか冬は人参 その今味の時期ピーマンとか唐辛子使うんじゃなくておなすとか使うんじゃなくてやっぱり冬野菜を食べてもらうみたいなねそれの方がおいしいですしまたこうやってその柔らかくておいしいものであったりとかただもともとの在来の例えば水菜なんかも最近サラダで食べますけどもともとあのクジラのハリハリ鍋みたいにあのお鍋に入れて,てもシャキシャキしてるっていうのは水菜の特徴なんでああいうもともと何でああいうお野菜があるのかそれと合わさった食材の食べ方。 僕実はあまりサラダで水菜食べると好きじゃないんですけどやっぱりお鍋に入れるは水菜が好きなんですけどお漬物にしたりとかねえそういうなぜそういう、まあ、今で言うとなんか使われにくいですけどももともとの野菜の特徴を生かしたものっていうのもあるのでそういうのはもう,こう見比べながら本来なら、まあ、直売所とかあれですけど本来なら八百屋さんがそういうことを教えてくれはったんですけど今本当にそれがなくなっているのでまだ残っている八百屋さんがあるところは是非八百屋さんで魚屋さんがあるところは魚屋さんで。 え、皆さん買っていただきたいなというふうに思います。あの、地産地消がね。あのまあ、難しい。最大の理由は流通が変わったことで、あの流通大手のあのまあ、スーパーさんのようなところが、あの大量にこう。あの農家から買い上げて、もうあの ja とか通さずに。 でそれをあのもう流通コストをあの一切カットして安い値段で大量にお客様にお届けするっていうご商売のモデルだったんですねで、まあ、それがだから中央の修理市場を通じて仲買いを通じて仕入れられる町の八百屋さんとはもう戦えない状況肉屋さんとは戦えない状況、まあ、非常に厳しいあの、まあ、あの世の中それはあの大量な消費者が安い食材を求めたから。 でそれは人口が増える時はそうだったんだけどこれからはあの社会日本の社会人口も減ってきますし、えー、みんなだんだん高齢化もしてくる状況ですからあのいろんな種類のものをちょっとずつ食べる本当においしいものを選んで食べるだから時間は手間はかかるけどもちゃんと直売所に行ってあの選び抜かれたあの野菜を買ってあの、まあ、そういう方たちが大原にも行くさあ桂の清水さんのところにも行くっていう形で動き出した。 地産地消が少しずつ広がっていくっていうのが今このコロナの,あの状況の中で京都の町で起こっていることではないかと思いますあのその意味であのこの清水さんあのあのその小瀬さんそれぞれに伺うんですがあのこれからその是非コロナだからこそ楽しんでいただきたいようなあの何かまず小瀬さんから聞こうか市場でどんなことをやってます <laughs> はい、あの一番先ほど申し上げましたようなあの通,販通販サイトですね、えー、これは今後もずっとやっていきます。それからあの ななかなかその今調理を実際にあの来ていただいてえ料理講習みたいなことが難しい状況ですのであのオンンラインでえそういったこれもですねあの市場の,あの業者さんたちと連携しましてえ旬の食材をお家にお届けをしてそれでえオンラインでえ講師の先生の見ながら一緒に楽しむこれはあの親子で楽しめるようなプログラム ありますので、あの、ぜひともまた、あの、ご活用いただきたいなというふうに思っています。 それからお肉の方もです、ね、先ほどちょっと出ておりました京都食肉市場ブランドをもっと広めようということで近日中に SNS で発信をしてちょっとキャンペーンもしますこれは今月の12日に広報発表ということになっておりますのでお楽しみにちょっとプレゼントなんかも用意しているということですのでお楽しみになっていてください。 あの清水さんにはあの今のトークがとても魅力的だったんですけどなんか次はどこかにご出演されることありますか いや、予定はないです。全然 <laughs> ちょちょっと小瀬さんのところで考えていただいて <laughs>、はい、こんな素敵な、はい、あの野菜のプロがそうですね。あの、ちょっと冊子には出ていただいてるんですけれども、あ,はい、あの是非こういうライブの何かまた考えたいと思います。あの若手農家さんとかでね。一緒に集まっていただいてもいいですし、あの京都の農業の何て言うんでしょう？未来。 それを、ね、もう担っていただく方々ですのでちょっとあのまた考えさせていただきたいと思いますあのそ大きな話もいいですけど、うん、今日あのお聞きの皆さんはこの白菜をもうちょっと語ってほしいとか <laughs> このかぶとか人参のお話とかっていうところが <laughs>、ね、あの本当に魅力的だったと思いますそこにこう京野菜というか京都の食材の魅力があってっていうあのそれがこうあのもう本当桂ですからちょっと簡単に電車になれば行けるところであの駅の近くだとおっしゃってますしあのえまあそこの近さ が、その本当に近郊にこれだけの生産地を抱えている京都の食材の魅力ではないかと思います。はい、それではあの最後になりますが、あの京都市民の皆さん、それから京都にお越しの皆様に向けたあのご案内、それからお知らせをあの含めてあのお伺いいただければと思います。まず田村さん、あの西陣えの恐竜より満身のあのこのこれからの取り組みを伺いたいと思います。 はい、ありがとうございます。あのまんしげ自体はですね、まあ、今このコロナ禍ですので、まあ、皆さんあまり不要不急の外出は日中も下げていただくのであまりあの外食に来ていただきたらあかんというふうには思ってるんですけれどもまあ,あのコロナ明けましたらやはりあの料理屋はまああの安全対策とかはですねいろいろと今えー 換気の問題とかも含めてですね、安全対策を取りながら取り組んでいますのでぜひ来ていただきたいと思うんですけども、まあ、何よりも料理屋は本来京都だけじゃなくて地域の料理屋っていうのは地域のいろんな冠婚葬祭祭行事なんかを支えてきたところです、えー、本来もっと密接でなければいけないのがだん,だん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 ここ近年離れていってますので、えー、ぜひねあの皆さん料理屋もちょっと利用していただいてそのただ単に美食の場所というだけではなくて 地域ののいろんなものを下支えしているその背景にはこの生産者の皆さんとかいろんな業者の皆さんもおられるので是非ね皆さん地域の料理屋だけでなくて先ほどから何回も言ってますけど地域の商店街とかの小売店とかでものを贈呈いただいて少しでも今売れないところがありますのでそういうのを支えていただけたらなというふうには深く思います。 ありがとうございましたあの西陣の,あの町はだんだんあの町屋を使ったお店も増えてきてますしあのアーティストさんがお住まいになったりとか、はい、あの新しい取り組みがいっぱいあって町を歩くくと面白くなりましたよねねそうです、ねまあ、あの本当にもうそれも裏を返せばそういうふうな形でしか町屋が残せてないのが本当に西陣に住んでてあの心苦しいとこなんですけれどもただやっぱり現状は町屋も潰されていったりもしてるところはあるので。 本当に皆さんが利用していただくことががそれが残せることにもつながってきますただ残すだけじゃなくて我々も変化をしていかなきませんし、えー、またあの先ほどもねオンラインのいろんな話がありましたけどそういう料理教室であるとか店舗でも近隣の仕出しだけではなくて皆様にお届けできるような形をいろいろと模索して仲間の料理屋もやってますので是非皆さんもねあのちょっと気にしていただいたら。 おお買いもいいいたただけるということでぜひお願いいたしますその未来の西陣を支えるいろんな取り組みがこれから展開していく、あのもちろん帯で栄えた西陣ではありますけど、はい、今でも西陣織は広幅ジャガードで世界に出するようないろんな多様な織物、世界最大の織物産地でもありますから、はいあの、そういうところから新しいアート、そして食文化が発信するということかもしれませんね、なんか本当に楽しい街になってくるだろうと思います、はい、ぜひ先生の学校のもあもよろしくお願いしますいたやい,やいます。 <laughs> ご教職のよろしくお願いします。い文化学科、あの、まだまだ学生募集しておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、あの清水さんに伺いますが、あの春に旬を迎える食材ということで。あの春を心待ちにしている皆さんに、あのご紹介いただければと思います。あの冒頭でもご紹介いただいたんですけど。あの三月末から収穫の始まるタケノコです。でも、あの、よくあのタケノコって、ほったらかしでも出てくるっていうふうに思われるんですけど。 まあ、そうではなくて私の生産地域は京都西山なんですけどその京都西山のたけのこは一、まあ、年中手入れされていて、まあ、だからこそ高品質なのが収穫でできるんですであの京都西山地域には敷きわら作業と土入れ作業というものがありまして、まあ、どういったものかといいますとたけのこ畑一面に、まあ、稲の藁を 敷き詰めてでその上に畑の中を土を削ってかぶせるという作業なんですけど、まあ、それは何のために行うのかと言いますとそのたけのこっていうのはですでもその作業を行うことによってその土の中のまだ出てくる前のタケのコを掘ることができるんであのえぐみがないですし柔らかいタケのコはできます。 でまたあのタケノコはすごく乾燥を嫌うあの作物なんであの藁を敷き詰めていくことによってその藁が水分を含んで保水性のある土ができるんですでまあその保水性のある土からは水虫虫タケノコも収穫できますしであとちょっと土入れなんですけれどもあのこれが京都で始まったのはまあ明治時代って言われてましてその今から100年以上前からその現在に至るまで毎年続けられて いるんです。で、まあ、その、その土も何でもいいかというと、まあ、そういうわけではなくて、その京都西山地域は、その粘土質で、そのタケノコを生産するのには、もう最適な土と言われてまして、で、そのような土を、あの、長年土入れ作業してきたから、あの高品質なタケノコが生産できていると思ってます。で、あの皆様には、その、ぜひ、そのほったらかしの竹やぶ。 タケノコ畑とかじゃなくて、まあ、こういった生産者の努力があるからその京都西山の高品質なたけのこが生産できるっていうことを、まあ、少しでも知っていただければなっていうふうに思ってますあの私は京都の人間じゃないんであの実家が浜松三日日まさにそのほったらかしの竹やぶ妄想竹やぶがあるんですがあの取れるんで毎年あの取りに行って食べますが全然違いますよね。あの京都ののの本当ののっていうのは だからあのそのお刺身にしてもそうですしあの我々のは本当にえぐみがあるもんだから重曹であく抜きをしないといけないようあのじゃあ確かにたけのこ畑って言いますけどあの私もたけのこ学びましてねあの親だけってあるじゃないですかであれにこう何年って墨で書いといて、ね、そ,のそれを親を時々、ね、告げ書いていくんですよね。<laughs> でああいう自分の畑でやってみたら竹やでやってみたら結構上手にっていうのがあってさすがにあの稲藁を引くとか粘土を引くとかっていうとこまではいかないですがあのいや本当にご苦労はあの食べて比べてみてよく分かりますよね石田先生行くと3メーターか4メーター上ですもんね小さい取っるとこ地面とそのずっとね積んできたはる境にあ,あそこまで敷き詰めて詰めてるんでその間が出たまあ言うたらシューッと出てきはるのでああ まあ箱入り娘という言い方はちょっとあかんのかもしれませんがそんな感じですよね、うん、京都のそのタケノコってあのぜひまだあのあのお食べお試しになってないお客様がおられましたらぜひこの春にはあの京都の西山のタケノコおた <laughs> ご堪能いただければと思いますはいありがとうございましたじゃあ,あの小瀬さんあの今日の食の魅力を発信するために開設されたあのウェブサイトもう一度あの、はい、ご,ご紹介くださいはいあの k y 市では京都市観光協会とと,ともにですね今日の食文化の奥深い魅力を、えー、知っていただくための 情報発信の強化ということで、本年の1月8日に、京都観光オフィシャルサイト内に、食の京都というページを開設しております。 このページでは、あの、今日お越しいただいている田村さんをはじめといたしまして、今日の食文化に関わる方々の取材記事を、現時点で8本掲載しております。あの、今後も随時更新をして、魅力的な記事を掲載していく予定でございますので、ぜひご覧ください。それからですね、あの、京都のよりすぐりの名店のえ期間限定メニューを特別価格でご提供いたします、京都レストランウィンタースペシャル2021。こちらにつきましては、2月1日から 開催の予定でございましたけれども、現下の緊急事態宣言により、開催を見合わせているところでございます。 あのまあ、開催できる状況になればです、ね、京都府内産のブランド肉である京都肉とか京都ポークを、えー、召し上がっていただけるようなそういったお店もございますので、えー、飲食店はもう万全の感染対策を講じてお客様をお待ちしておりますので、えー、訪れる方もこのコロナ禍の食事ルール先ほど黙食ということも出ましたけれどもそういったものにもご留意いただいて、えー、足を運んでいただきたいというふうに思っております。何としても,でも感染 抑止しないと開けませんので、皆様方のご協力をよろしくお願いしたいと思います。はい、あのありがとうございました。あの1日も早い、あのコロナからの脱却、あの安全なあのお食事、安全なあの旅ができるような形でお客様をお迎えしたいと思います。あの、第1部はあのこの今日の食文化を,、えー、をたしなむという形でえー、色々あのいろんな角度からお話を伺いつつ、えー、京都の食文化のまあ、広がり。そしてまた深さ。 そしていろんな方たちが生産流通そしてお料理の世界でご活躍されているということを伺いました。 あの料理ももちろん魅力ではありますがこのお料理京都の食文化に関わる人たち一人一人が魅力を発信しておられるあの京都の町の中にはそういう人に文化が宿っていてその,その宿った文化がまた皆さんお客様をお迎えする体制が整っているっていうことでありますまあ、その意味であのいろんな物語ストーリーがあの食文化の裏にはございますので是非ゆっくりあの京都の町にご滞在いただいて京都各地京都各地でとれたまたさまざまなお料理食材を楽し 楽んでいただくような新しい旅の形をご提案できればと思っております。 あの今日はあの、えー、お3人の方にご登場いただきましたが、このあと第2部、第3部でも、えー、料理人の方、それからあの、えー、生産者の方は、角谷香おさんという、今度は女性の方があの、えー、振り売りのご紹介にご登場いただきましてあの、今申し上げた生産者と消費者の近さのお話をじっくりしていただきます。あのその意味で、あのまだまだあの2部、3部と、えー、このプログラムは続いてまいりますので、あのぜひ、えー、京都の食文化をご堪能いただければと思います。 まだまだお話を伺いたいところですが、あの時間でございますので、田村さん、清水さん、小瀬さんにお礼を申し上げて、第1部のパネルディスカッションを終了させていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました